間に2個の二重結合合を持った有機化合物である最も小さいアヌレンである。赤外分光法により、規定状態では長方形の構造であることが確認されている。シクロブタジエンは、理論計算や痴漢シクロブタジエンの分光分析と結晶学的研究に基づいて、長方形、非平面の規定状態と正方形の霊気三重構状態の体の間の、 平行状態にあると考えられている。シクロブタジエンは交互に並んだ単結合と二重結合を持っているが、ヒュッケル則を満たしておらず、平面構造は、見栄光の不安定な半方構造分子であると予測されている。一部のシクロブタジエン金属化合物は安定である。これは、金属原子が、K にもに電子を与えることが原因であると考えられる。 一重光状態への平面、長方形歪みは、ヤーンテラー効果が原因である。テトラ・タート・ブッチルチカンシクロブタジエンは、X 線結晶構造を決定するのに十分、安定であり、この分析によって歪んだ、非平面気化構造と分子中の c c 二重結合が、通常よりも、長いことが、明らかにされた。シクロブタジエンの倍電子エネルギーは、対応する。 作上分子の1、三豚次元よりも高い。したがって、シクロブタ次元は、方向族ではなく、半方向族であると言われる。シクロブタ次元の電子状態は、様々な計算手法によって調べられてきた。一重項状態は長方形構造を持つ。第一霊気状態は、平面気化構造を持つ三重構である。 長方形構造は二つの異なる1、二重テリオマイナス1、3、シクロブタジエン立体異性体の存在と一致する。これは、パイ電子が、極在化しており、ゆえに、方向属とは見なされないことを示している。様々な合成法が試みられた後、1965年に、テキサス大学のローランド・ペティットが最初に合成に、成功したが単理には至らなかった。 この時は C4H4FE3 と硝酸セリウムアンモニウムなどを用いたシクロブタジエン金属作体の分解反応により得られた。そこで用いられるシクロブタジエン鉄トリカルボニル作体は FE49 と3、4ジクロロシクロブテンを用いた脱ハロゲン化水素反応により得られる。誘導体としてはシアノモトと ジメチルアミの元を二つずつ向かい合わせに持つものが合成されており、置換器の電子効果によって安定に存在する。また、タートブチル元を三つまたは四つ持ったシクロブタジエニュー動体も合成されており、これは二量化などの分子間反応が立体障害によって速度論的に防がれている。他、ドナルド・クラムラがヘミカルセランド内で 光反応によってニリピロンからシクロブタジエンを発生させ NMR などによってその存在を観測している。この放射化合物は常温でも安定である。不活性ガスをマトリクスとして低温で発生させ分光学的に観測した研究も報告されている。ディールスワルダー反応により 35K でに量化することが知られている。 鉄錯体が分解して有利したシクロブタジエンはプロピオール酸メチルやアセチレンジカルボン酸ジメチルなど電子不足のアルキンと反応してデュアーベンゼン管を生成するアセチレンジカルボン酸ジメチルが孵化したデュアーベンゼン誘導体は摂氏90度に加熱するとフタル酸ジメチルへと異性化する2、2、ビスビフェニルの熱反応により2個のアルキン部位が 2プラス2の形式で緩化して、シクロブタジエン感に変わる。この緩和に、3、4、5テトラフェニルシクロペンタマイナス2、4ジエノン2より捕捉され、シクロオクタテトラエン誘導体などの生成物を与える。ありがとうございます。